村によいしょ。さあ今日はですね、立洗町にやってまいりました。ねえ、後ろは大関駅ですね。可愛らしい駅ですね。はい、そうなんですよ。いや、どうしたんですか。え？大丈夫？いや、右手が全然動かないからちょっと気になって。右手が今日はもうスネーク連れてきてない。大丈夫？うん。本当？うん。大丈夫。あら。あら来ちゃってる。紛れ込んじゃってる。あらら。紐が見えまくってる。あらら。お前。来ちゃったの。ああ、寂しくて来ちゃった。あ、そうか。ごめん。ついてきちゃった。大した話しねえな。スネー君。パラシュート部隊の2人が福岡の魅力を再発見する旅企画、パラぶらり。今日はヤ行なんで、最後「ん」ですね。あ、音「ん」ですね。じゃあ行きますか。じゃあ行きましょうか。立洗前は町役場行ったよね。キャラの強い役場のお姉様がいらっしゃったの覚えてますか？はい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 、覚えてます。ちょっとあの方にまた聞いて巡っていこうかな。長なるよ。あの人とスネー君っつったらもう。いやもうスネー君はもう絶対大丈夫だね。絶対出すなよ。あのお姉さん。え、何？僕も喋ってみたい？その人と。ああ、分かった分かった。ネタ作ってこいお前、ちゃんとしたやつ。あの方がね、スポークスマンでありマスコットキャラクターでもあるからね。一番の名産品やろ。どうもすみません、お邪魔しております。地域振興課は村田さんをあらちょっとわわわお久しぶりです。どうもしっかりヒョウ柄ということでよろしくお願いします。本当のヒョウ柄ですね。秋になりましたからね。オータムバージョンで。なるほどなるほど。オータムバージョン。わお、ありがとうございました。いやまだ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 帰らないで。ちょっとおすすめの立洗のスポットを。何すかこれ、何すか、どうしたんですか。ああ、ごめんなさい、僕の飼ってるスネークです。はい、スネークです。ヘビ食じゃないんですよね。ちょっと噛み合わず。行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。ちょっとなんかおすすめスポットありますか。そうです。涼しくなったしですね。スタミナ足りてますか。スタミナ足りてないんですよね。疲れ。今日は足りてないの。はい。とってもいいと思います。スナック来たわけじゃないよね。ちょっとごめんなさい。ママ。なんかこんな感じだったかな。ママ、なんすか。こうかな、じゃあ。わんぱくな、立ち洗い満載のハンバーグとか。ああ、いいですね。ハンバーグプラスもう一品ついてくるっていうお店もあるんです。あ、いいハンバーグですね。しかもね、なんか夕方になるとそこ居酒屋さんになっちゃうみたいな。あ、じゃあ昼はランチを食べれてってことですか。お酒も飲める。あ、じゃあそこがいいですかね。はい。あとは福岡市内でめっちゃ流行ってるとんかつ屋さんに金の鶴というとんかつ屋さんがあるんですけど、そこの本店って実は立洗町にあって、とんかつ千鶴さんっていうところがあって、そこはとんかつ。あ、そういうボリューム結構ある系ので、なんかあの方は誰なんですか。強力な助っ人なんでですね。助っ人？はいはい。じゃあ紹介しよう。今日のお店選び。はい。ピン。あ、こんにちは。こんにちは。強力な助っ人が、この方はこんなところにこんなものが。あ、彼はですね。ごめんなさい。ちょっと今の下りは何やったん。すいません。終始ふわっとしてるんですけど、なんで今パス。この方は役場の方ですか。役場です。地域町おこし協力隊の。あ、はい、久田と言います。移住されてきたってことですか。そうです。ちょっとね、抜いてね。そんなおお、あれ、これは。彼はルリール福岡に所属してるラガーマンで、町の健康づくりにお昼間は。あ、そうなんですか。現役の？そうです。地域のチーム。そうです。ちなみにそのポジションは。ポジションはフランカー。フランカーって、まあそれはのサイドです。僕もラグビーやってたんで、ちょっとどうしよう、合わせてみましょう。おお。結構やるね。いや、出てきてるやん。ごめんなさい、ごめんなさい。滑れちゃってる。スネーク飛んでるし。うん。試合前にやる謎の動きね。やんのそんな。へえ。でなんか。紹介してくださるんですか、助っ人という。そうですね、はい、だから彼は私が紹介したお店の感想を全部ちゃんと助っ人で言ってくれてますけど。やひろ食堂に行きたいって言うけど、やひろ食堂美味しいよね。美味しいです。そのためだけに今呼ばれたんですか。ちょっと待ってください。不安だから私一人美味しいって言って。でもとんかつのお店聞いてもらっていいですか。とんかつ千鶴あるんですよ。とんかつ千鶴美味しいです。いやちょっとごめんなさい。かわいそうだよ彼が。急に消臭食らって大変だよこれ。脱がされて。やっぱ馬のように足が速い人がやっぱとんかつあげてますからね。あ、そこの人もラグビーやってる人がやってる。いやそっちはですねラグビーじゃないバレーボールだった。バレーボール。実は足も速いからとんかつも美味しいんです。関係なくないですか。あ嘘関係あるよね。関係あります。いや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 。パワハラですよこれ。関係あります。それでは立ち洗い町役場の村田さんで一句。や行のや。もう立ち洗いの名物。そうですね。課長。やでいきます。やばい。変な人だ。前回よりもちょっと増してる。輪をかけてすごい変わって、まあでもその町のためにね、わざとこういう感じでね、やられてると信じたいんですけど。そうだね。いい人なんですよね。いい人です。早いんだよな。ちょっともう早すぎて怖いんだよな。シリみたいな感じなんだよな。立ち洗い町でや行の旅。最初のカルタが完成したところで、塩原課長から教えていただいた店ですね。しかし課長とスネー君噛み合わせ悪かったね。悪いね。どっちもが消し合ってたね個性を。打ち消してゼロになってたね。あ、ここだ。持ち帰りの弁当と、あ、食事どころって書いてるね。とんかつ千鶴。一応ちょっと課長に許可は取ってもらってるんで。もうじゃあ大丈夫ってことかな。訪れたのはとんかつ千鶴。早速ランチをいただくことに。メニューあります。さあさあ、とんかつ屋さん。うわあ嬉しいな。あ、ロースヒレ。一番出るのはやっぱロース。福岡県産。福岡県産がいいな。実家がお肉屋さんなんです。あ、そうなんですか。あ、じゃあそこから。そこから直で。間違いないよこれは。やっぱ関してはもう間違いないと思います。じゃあちょっと。じゃあロースが福岡県産ですね。ヒレは違うんですよね。ヒレは違います。じゃあせっかくなんでねこれにする？ヒレ食いたいな俺は。え？聞いてました。この流れ。親父がやってるお肉屋さんでロースはそれ福岡県産、しかも福岡県の我々やらせてもらってるんですよいろいろで。ヒレ食いたいね。ごめんなさいねちょっと歌舞伎もので。ということで斉藤はロース、ペペはヒレをオーダー。ロースの瓶ですね。はいはい。うわ結構ボリュームあるわ。ありがとうございます。来たお部屋いいですね。ヒレいただきます。うわあ最高ですね。いいですよこのヒレだ。これが150グラムですね。くー。うちこうソース2つあるんですけど、こちらとんかつソースと。そうですね。もう両方ともオリジナルなんですけど、ジャポネソースですね。ジャポネ。玉ねぎ大根ベースにした和風のソース。ハンバーグはねあるけどね。とんかつでも美味しい。え、おすすめはジャポネですか？僕はジャポネが好きです。まあちょっとじゃあジャポネでいってみましょうかね。結構玉ねぎですか？そうですね。玉ねぎ大根。すごいしっかり入ってた。いただきます。うん、おいしい。和風、超和風。玉ねぎがすごいですね。なになになに。喋ってんだよ、ほら。なんて。もう、美味しそう。今矢野くんが喋ってるから、ごめんね。もう最悪や、もう、やめてよ、もう。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃ、いただきます。いや、俺の終わり。すいません。いや、肉の感想もいや、めっちゃうまいです。めっちゃうまいです。玉ねぎもしっかり入ってて。はい。私はロースでね、こちらが。特製の国産ハーブ、はい、仕上げのロースカツ。はー。いただきます。うまい。甘みがすごいね。ほのかにハーブの香りが。嘘つけよ。してますよね。さすがですね。本当ですか。さすがですね、斉藤さん。ほのかにね、やっぱこう鼻に抜けるハーブの香り。本当にいいお肉って感じ。本当に高級なでリーズナブルですもんね、比較的。うわー、最高だ。うん。どう、矢野君はどう？うん？何？改めて。あ、もう一回。本当に玉ねぎがすごいですね。なになになに、ちょっと出てきた。ダメだ。おいおい、汁が出てきちゃう。おい、汁が出てきちゃう。それではとんかつ千鶴で一句。和音の和と音ん。じゃあ私、おとんを使って矢野さんね、流れを無視するヒレの注文。私がなんかちょっと常識ないみたいな感じですけど、矢野さんちょっとこうナチュラルにこれいくんで、ちょっと怖いとこある。とんかつヒレって決めてるんで、じゃあ私は私のコメントの邪魔しかしないっていうね。何が？いや、この出てくるじゃん、あの子が。俺が喋り出した時にだけ出てくる。今も出てきてんだよ。また出てきて。今もお前が喋ってる時に出せ。え？なんて？嫌なのよ。なんて？矢野の時しか出てこない。同じことしか言わんのよ。もうええわこれ。本日のパラぶらりは大洗町の魅力をかるたで PR する旅。課長に教えてもらったもう一軒もちょっとハードめのハンバーグっていうことで、しかもなんか、はい、しっかりめのサイドがついてくるっていう。そうなんですよね。ちょっと中ちょっとね、あれですよね、流れ的にはあれなんだけど、まあ一応ちょっとせっかく紹介してもらったんで。あ、あったあったあった。やひろ食堂さん。やひろ食堂の道は道なんだね。訪れたのは昼は定食、夜は居酒屋、やひろ食堂。これですね、さっき言ったなんかハンバーグプラスアルファのがつくっていうことですよね。はい、そうです。いや、今日もちょっと急に来たんで、もう限られてると思うんですけど、ランチはじゃあもうこれどっちかってことですか？2個。そうですね、これはあと曜日限定で。これなんですか？イカタル丼。イカタル丼っていうのはどういうものですか？イカタル丼はですね、自分が大牟田に高校の時に大牟田にいまして、大牟田でイカタル弁当っていうのが。ああ、弁当屋のやつですか？ある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 。弁当であるのよ、イカタル丼。有名な弁当屋。聞いたことある。聞いたことある。あるある。あ、でこっちはハンバーグでいつもあるアジフライ、照りチキ、チキン南蛮、クリームコロッケから選べる。そうですね。おなじみのランチですね。このサイドがメインですもんね。一応チキン南蛮がまあ今一番人気で。おお、助かるな。二大巨頭。わんぱくやもんな、斉藤。カロリーのお祭り。じゃあそれでお願いします。わんぱくだな。じゃあ一個ずつでお願いします。わあ、お前なんかしれっとイカタル丼。ということで、人気のランチメニュー2品をオーダー。あ、来たぞ。分かっとく。ありがとうございます。うわー、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってくださいよ。まずハンバーグ。そして、チキン南蛮。そして。ご飯、そしてちいちゃいうどんがついてきちゃう。これはお祭りだ。俺さ、正直ちっちゃめのチキン南蛮だと思ったんだ。ハンバーグよりでかい。これはすごいな。じゃあちょっとハンバーグからね、そうね、行きましょうか。これはあ、ジャポネですかね。はい、いただきます。うまっ、うまい。腹いっぱいでもうまい。わ、美味しい。あ、そう。何番も行きます。行っちゃおう。これタルタルの量すごいぞ。すごい。いただきます。わんぱくだ。いや、具だくさんっつうの。いや、だって。ただパンチがすごいね。じゃあ私が、イカタル？イカタルのゲソですね。ゲソの唐揚げを。大牟田名物だよね。めちゃくちゃタルタルが乗ってます。お。あ、うまいっすね。タルタルのこの卵の感じ、卵感がしっかり残ってて、初めて食べました僕。うん、おいしい。いや、じゃあお返しに大正ごと披露しようか。ちょっとね、彼ちょっと彼は琴やってまして、ちょっとそれをちょっと聞いていただいていいですか。はい。一応ですね、彼の場合失敗したらそこで即終了というルールになってまして、10月最後ラストチャンスずいずいずっころばし、来月から曲変わりますんで。わかりました。ここで決めよう。完走して終わりたいと思います。頼むよ。はい。じゃあずいずいずっころばしです。お願いします。終了。当たんなかった。間違えましたね。トッピンシャン。違うチャツボにトッピンシャンになっちゃった。ごめんなさい。もう一回。トッピンシャンな。もう出てきちゃっても出てきちゃって。ちょっと待って。どうする。ごめんなさい。それではやひろ食堂で一句。や行のゆとよ。ゆでいきたいと思います。こちら。許せない自分が。いや本当最後の最後で10月末悔しい。また来年やらしてくんないか。ダメだ。あ、じゃあチェック。もうええわ。私よですね、ようやくスネー君の使い方が分かってきました。判断とかね、OK かダメかっていう。二度と連れてくんだお前もマジで。ね、課長が教えてくださったね、もう立ち洗いのグルメ美味しいんで、ぜひともお越しください。ありがとうございました。